お見合いに行きます。恋愛パンダ。はい、こんにちは。投資家で医学修士のタクです。まあ、恋愛パンダでもやってるんだけど、ちょっとね、今日もね、プレゼンでお願いします。もうね、疲れちゃってね、恋愛パンダやる気になれないんで、ちょっとプレゼンで許してください。で、まあ、お見合いにね、行くんですけど、まあ、ちょっとね、その、今日行きますってことで、まあね、簡単に、その、まあ、事前のね、話をしときます。で、今回会う人は、これ、低スペック PC なんですよね。低スペック PC とか言ったらね、なんかね、この人面白いなと思われるかもしれないんだけど、まあ、低スペック PC に会ってきます。で、まあ、どういう感じかというと、まあ、これ恒例のね、スペック紹介なんだけど、恒例っていつもやってるね、スペック紹介なんだけど、まあ、写真から行くと、写真写りが悪いね。あったらちょっとわかんないんだけど、なんかね、写真はね、顔がね、アップに写りすぎなんですよ。これで、ね、写真撮るね、いるじゃないですか、業者。業者悪いですね。これ、顔がアップに写りすぎ。業者が悪いね。あとね、服の、なんか、コーディネートもね、良くない。なんだろう、自分の好きな色着るのはいいんだけど、自分の好きなね、服の色着るのはいいんだけど、それがね、男性受けをするかどうかっていうのは全く考えてないですね。男性受けするような服を着ないといけない。自分が好きな色の服着ちゃダメですね。で、まあ、顔は、ちょっと不細工かな。まあ、写真写り悪いのもあって、ブサイクですね。ね、年齢はね、30代。まあ、比較的近いね。で、住んでるところは田舎。田舎って言ったらね、まあ、神奈川の横浜以外ってことね、田舎になります。で、プロフィールがね、ちょっとね、うまくてね、まあ、プロフィール読まないんですけど、その、なんだろう、すごい家庭的みたいなことを書いてるんですよ。本当なのって思うんですけど、僕は家庭的なことを書いてる、婚活アドバイザーみたいな人たちいるじゃないですか。婚活なんていうの、コーディネーターの人たち。本当に家庭的なの？ただ文章で書いてるだけでしょって僕は思っちゃうんですよ。いつもね。で、僕は基本的に、まあ、医学系なんで、論文とかね、論文とかちゃんと発行体がちゃんとしたものじゃないと内容は信じないんですよ。だから、こういうね、なんか婚活のね、やって、結婚相談所の会社がね、書いてることは僕は信じないんですよ。基本的にやっぱり最高ランクが論文なんで、とか、あと、国内の有名な出版社が出してる本とか、そういうんじゃないと信じないし、それに書いてることすらね、僕もあんまり信じない派なんですよ。医学系の中では結構浮いてるんだけど、まあ、サイエンスに近いんだけど、書いてることはね、全部鵜呑みにしないんですよ、僕は。医学系では珍しいんだけどね。まあ、そういうタイプの人なんで、特にしかもこういうね、結婚相談所みたいな信用がね、薄いような会社の、内容の記事っていうのは、もう全部信じてません。だから、なんか家庭的みたいなようなね、雰囲気を醸し出して書いてるんだけど、こういうの僕にはね、伝わりません。残念です。で、なんだろうな。なんかね、微妙かな。微妙かなって。これ低スペックだからね、もう微妙なんですよ。微妙なんですよね。で、まあ、正直、まあ、本気にはなれないんですよね。で、まあ、本気ではないっていうのは、まあさ、ただマッチングしたからね。まあじゃあ会おうかなと思ってる程度で。で、まあ年収もね、なんかフルタイムで働いてないんじゃないかなっていうぐらい低くて、まあノアラレベルね。ノアラレベルの低年収で、あと、体格も別に痩せてるわけじゃないです。普通ですね。もっと痩せてる人はいるんで、まあ別にそこまで痩せてるわけではなく、普通の体格で年収が低くて、大卒。まあ、大学もどっかわかんないんで、まあ、神奈川の田舎の方だからね、あんまり、
有名大学ではないと思うんだけど、まあ、このスペックだったらね、まあ僕の場合ですよ。あくまで僕がこのスペックで、例えばお見合いして、結婚するとなる条件っていうのは、なんだろうな。まあ、最低でもね、SFC は出てないと、ちょっと無理かなと思いますね。慶応の湘南藤沢ね。あそこそんなにレベル高くないっていうか、全然底辺だから、日大と同じぐらいのレベルなんで、まあ、田舎の方だったらね、神奈川の田舎の方だったら、まあ、最低でも SFC、湘南藤沢キャンパスは出てないと、ちょっと無理かな。僕ね、バカな人は嫌いなんですよ。わかります？だから専門学校出た人とか、まあ専門学校出ても教養ある人はいるんだけど、もうほとんどね、なんかね、バカな人が今まで多かったんで、ちょっとね、頭の悪い人とかね、あとなんか、こう、人の話を聞かない女性とかね、いるじゃないですか。人の話聞かなくて自分の話ばっかりする人とか。あと、なんだろうな、そういう人はね、嫌いなんですよね。あと、まあなんか、なんだろう、その、プライドが高い。とか、そういうのもね、嫌いなんで、まあ、それがね、入ってくると、まあ、僕は、ちょっと、お断りしてしまうかもしれないですね。そういうのが濃かったらね。だけど、まあ、最低レベルでも、SFC かなと思いますね。湘南藤沢、慶応の湘南藤沢ぐらいは最低でも出てないと、なんだろう。まあ、僕は本気になれないかなと。本命ではないかもしれないです。まだちょっとね、学歴はわかんないんだけど、会ってね、いろいろ話して聞いてみます。で、僕はね、この低スペックでも、例えば親がね、なんか、すごい経営者でね、まあ、数千万、1億ぐらい稼いでるんだったら、全然 OK ですよ。親がね、なんか経営者でね、まあ、1億ぐらい稼いでるんだったら、全然、OK です。まあね、田舎の方って結構わかんないんですよね。結構ね、小さいね、会社やってるとかね、たまにあるんで、あと、なんかね、不動産。そこのね、もともと地主だった人とかが、不動産とかいっぱい持ってるとかね、土地持ってるとか、たまにいるんでね。たまにいるっていうのは、別に婚活してているっていう意味じゃなくて、知り合いの話とかでも、たまにね、やっぱ田舎の方に行くとね、もともと地主だって土地いっぱい持ってる、家系の人とかね、なんかいるみたいな話は聞きますね。で、まあ、どこに行くんでもね、お父さんが車でね、ベンツで迎えに来てるとか言って、まあ、超ガード固いね、女性とか結構いるらしいですね。まあ、僕学歴高いんで、まあ、その辺の事情結構詳しいんだけどね。ということで、まあ、そういう人だったらね、まあいいかな、と思います。ということで、今日は、明日ちょっと頑張ってきますっていうね、話をしました。やっぱりね、会って話さないとわかんないとこあるんで、ぜひね、楽しんでいきます。今日はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。これからも婚活の話をしていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。